ら早く行こう。ほーら。はい。八神さんの声ですよね。やっぱり。そっか。ありがとうございました。高校に入ったらバスケをやるのが夢だったんです。子供の頃読んだ漫画がかっこよくて。そんなのってありですか？なんかずるくありません？はい。